こいつだけちょっと異質だと思っておいてください。英検準1級の単語帳に関しては、これは僕個人的に一番このやり方推しみたいなのがあるので、ハローで始まりました、無敵チャンネルです。はい、今回はヘアゼア、サオリンモチベクラブって何ですか？早稲田音楽塾代表のヒラです。よろしくお願いします。そうですね、サオリンのチャンネル名変わってましたね。びっくりしたでしょ。サオリン、この間さ、俺たちが撮影した、もう翌々日ぐらいに名前変わってましたよ。あ、そうですね。で、サオリンがそのタイトル変更に関して、なんか YouTube の中で、うん、いや、すっごくダサいと思ってタイトル迷ってたけど、やっといい名前が決まった、みたいな、もうなんか脱皮できた私みたいな感じ言ってんだけど、いやいや、モチベクラブもダサいから、まあ、早稲田ってね、いうのが取れちゃいましたね。うん、早稲田に対するモチベーションを失ったのはあなたっていうね、モチベクラブ。はい、まあそんな感じなんですけども、さあ今回の動画なんですけれども、まあ受験生から結構この秋も深まってくるとすごく質問で出がちな、はいはい、まあ、単語帳これで足りますかみたいな。ああ、よくありましたね。うん、特にまあ総計レベルの人になってくると、単語帳ってこれだけだと足りないですよねって、はいはい、もっと増やしたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな相談ってすっごく来るんですよ。うん、そうですね。で、まあ、森鉄イングリッシュチャンネルだから一応ね、あの皆さん忘れてたと思うけど、はいはい、なので、その話をしてみようかなということなんですよね。で、まあ、英単語、まあ、いわゆる2冊目の英単語っていうことで、まあ、皆様から一番お声に上がるのは、やっぱりね、3冊あるんですよ。おいおい。それが何かっていうと、まあ、まず一つには、このリンガメタリカですね。はいはいはい。うん、まあよく聞くよねっていう、ね。背景知識とかも身につけられるってやつですね。で、それからあと、速単上級編。うん。これもまあよく上がるよね。で、あと、ちょっとまあ、これちょっと文で分担の方じゃん。うん、ちょっとパスタンの方持ってください、ね。間違えた。パスタンでしょ、普通は。まあ、準1級の、まあ、英単語帳っていうね、パスタンなんですけども。うん、インサートで挟むから、これいらないです。いいね。わかった。この3つが、まあ、よく上がるんですけど、まあ、まずここからちょっと触れていこうかなと思っていて、うん、1つ、まあ、皆さんにちょっと分かっといてほしいのは、こいつだけちょっと異質だと思っておいてください。速単上級編。速単上級が。これね、森田先生、中身見てくれたら分かるんだけど、はい、速単の上級編って、この改訂版から、レベルがぐっと簡単になってるんですよね。要するにもう中に出てくる単語が以前の速単上級編と比べると1ランク2ランクぐらいレベル下げてあって、でよくよく見てみると速単必修編の方もちょっとなんかこう単語レベルが少し下がってるんですよね。で要はまあ下をもうちょっとこうすくってぐっと落とすこと で、うん、で速単上級もちょっとぐってレベルを下げてバランスをまあ再構成したっていうことだと思うんですけど、結構この速単上級編に載ってる単語の内容はおおむねターゲット1900とかシスタンとかにもまあまあまず間違いなく載ってるよねっていうのがすごく多いので、まあ、ちょっとこうこの速単上級を使うのは、まあ、速単必修編を使ってる方だけにした方がいいかななんていうのはちょっと僕の個人的な感想としてはありますかね。なるほど。っていうのがまずこの子ですね。ただこの子のいいところは結構、まあ、マーチレベルぐらいまでを狙ってる方にはすごくおすすめなんですけど、推測しようっていう項目がすごくあるんですよね。うんうん、でここの考え方みたいなのが割と単語の意味を答えさせる問題とかあるじゃないですか。すごく生きてきそうだから、どっちかっていうと単語レベルを高めるというよりは、うん、まあちょっとこの推測しようを使って、まあ、ちょっとこう読解力上げるみたいな方向性の方が、まあちょっとこう現実的かなみたいなことも思ったりします。で、次に、まあ、リンガメタリカに関してなんですけど、はい、まあ、僕個人的にはあんまりリンガメタリカ生徒に勧めないんですけど、うんうんうん、なんか森田先生的にはどうなのかなって思ってて、背景知識学びながら、ね、うん、楽しめてできる人はいいと思いますけどね、うん、なるほど。結構語彙なんかはどうですか？割とその生徒たちの中では単語レベルを高めたいっていう要求して単語帳もう一冊やろうっていう子たちに対して、背景知識レベルが高くなるよっていうところのニーズと与える部分とのなんかミスマッチが生まれそうな気がしちゃうんですけど、まあ、結構レベルの高い単語載ってますけどね、うん、もちろんまあ完全に背景知識に頼ることはもちろんできないんで、特にもう今の2020年とはやっぱずれてしまうところっていうのはそれもあるんですよね、というようなところもあるんで、まあリンカメタリカもまあまあでもおすすめはおすすめですね。単語レベルも高いは高いんで、ただ結構やることも多いので、これはやっぱ読ませるものがすごくたくさんあるんで、うん、ただの単語帳として使うのは少しタフかなっていう感じはするかなというのが、まあ、速単似てるは似てますね。まあ、似てるは似てますよね。読むんでね、うん、同じ Z 回だしね。で、英検準1級の単語帳に関しては、これは単語の上背を足したいよっていうところにおいては、うん、
すごくよくって、大体こう総計レベルの英文と英検準1級で出てくるような英文って、まあまあレベルがもう似通ってるんですよね、うんうん、まあ、エコノミストだったりとかタイムだったりとか、うん、ってなってくると出典が同じになってくると、まあ大体レベルもちょっとこう近くなってくるというか、まあそういう現象が起きるんで、まあ概ねこれ僕の体感ですけど、いわゆる2000語レベルの英単語帳と英検準1級の英単語帳で見たときに、うん、まあ被ってるのは大体半分ぐらいかなと。でまあ残り半分の上積みで出せるかな、まあ、これこういうやつとの被りがってことですね。ターゲット1900とか、うん、速単必修編とか、うん、まあ、シスタンとかそういうところですね、はいはい、っていう感じなんですよね。次にこっからなんですよ、はい、ちょっとね僕個人的に一番このやり方推しみたいなのがあって、おいおい、ここちょっと話してみたいなと思ったんですけど、うん、今単語帳何が一番人気あるかっていうと、うん、シスタンがなんか一番人気あるんですよね、はい、生徒たちと話してると、デザイン古い、はい、あそうなんだそうだ、今これじゃないのか、はい、シスタンがすごく人気が、うん、でまあこれ使ってる方とかも多いと思うんですけど、僕の好きなやり方としては2000語レベルの英単語帳で並べていくっていうのが好きなんですよ。どういうことかっていうと、例えばシスタンとターゲット1900、はい、レベル的にはもう一緒じゃないですか、うん、で、まあ、いわゆるこうそれぞれの出版社とか著者の方がデータ調査して出るのはこれだってした単語帳が入ってるんだけど、うん、じゃあこれとこれの中に収録されている単語が本当にぴったり被ってるのかっていうと、うん、そんなことはないわけですよ。それはそうですね、うん、まあ、そもそも2000と1900だしっていうことを考えると、要は同じ品質の英単語帳の中でもズレってやっぱり幾分かあるんですよ、はい、必ず。そうですね、うん、で少なくともターゲット1900やってた人がこっちのシスタンやれば、まあ、100語以上は絶対アップするんで、うん、でここの間でずれてる単語なんかも、まあ、シスタンやってる人にとっても、まあ、こっちでこう補強できるってことで、うん、要は、まあ、何が言いたいかっていうと、品質の2000語レベル内の英単語の中での隙間となる英単語みたいなのがあるんですよ、うんうん、でそういうのを潰していくのが実は一番出る英単語なんじゃないかっていう洞察をしてるんですね。上じゃなくて、上じゃなくて横にっていう考え方、なるほど、ね、でそこの隙間の単語を埋めるのが実は一番出るんだけど自分が知らないっていう可能性が高いから、うん、だから、まあ、結構僕なんかは、まあ、自分とこの生徒には、まあ、シスタンやらせてる子とかだったら次単語をやらせてみたりとか、うん、もうこれだけでも200語、ね、うん、アップするんで2000と2200だったら、そうですね、2冊目にやってる人も結構いますよね、はい、うん、でさらにこの2つの間でも、まあ、ズレが生じている単語とかもあるわけですよね、うん、だから、まあ、例えばもうこの3つとかで組み合わせちゃったらば、事実上300、400とか、うん、それぐらい増える可能性が高いわけですよ、隙間となる単語とか、うん、こう2200とか2000の間から来る単語の量とかで、でしかもかつほとんどは知ってる単語なんで、かぶってるから、はい、だからこう自分が今まで勉強してきた単語の守りを維持しつつ、うん、こう隙間となる英単語や多少の上背を足していくみたいな、防御力の高いかつ攻撃力も、まあ、1割増し2割増ししていくようなことができるから、上上じゃなくて横へ横へみたいなイメージの英単語の強化法っていうのはちょっとおすすめですよっていうような感じだったんですよね。どうですか？なるほどねって思って、いやー、いいこと言ってる？わかんない、割れると思う割れるかな、まあでも賛否両論、ね、それもちょっとこう面白いですよね、単語帳どうするみたいなの。いや一冊極める方がいいだろうっていうのとか、うん、あとはそんなお金もったいないわってきそう。そうなの？そんなことなんだそうなんだ。あとまあちょっとこう番外編にもなるんですけど、はい、最近ね廃番が決まっちゃったらしいんですけど、そうですね、これ僕結構好きだったんですよね、はいはいはい、ありますよ、これね。何がすごいかっていうと、単語帳としてはまあまあ一見普通なんですよ、うん、2000ワーズぐらいの単語帳が載ってるって感じなのかな、うん、ただこれね実は何がすごく良かったかっていうと、まあ森田先生のねチャンネルでもちょっと言ったけど、鉄壁にちょっと近い使い方の目線で見ると実はすごくいいんですよ。どういうことかっていうと、まあ、くしくもどっちも角川ですね、はい、鉄壁ってほら著者の先生がさ、うん、これは読む英単語帳だっておっしゃったじゃないですか。そうそうそう、単語暗記じゃなくて、うん、実はねこちらもね読む英単語帳だったんですよ。ほうほうほう。どういうことかっていうと、これの中に収録されてる例文あるじゃないですか、はい、全部総計の長文の中からその単語が使われてる例文がある。だから皆さんがこう長文読解でこう単語とか勉強していくって、まあいわゆる速単みたいなね、大変なんだけど、一文読解でこうやっていく。しかも結構構造が複雑なやつとかもあったりするから、単語の暗記しつつこう精読の練習もできるっていうようなところもあって、すごくないですか、全部総計ですよ。このワーズ数全部合わせたら10万ワーズとかいくんじゃないかなとか思うレベルの収録がされてる。多分あ、そうなのかな。あとはまあ森田先生的にはこうよくこう自分の動画の中でもおっしゃってるので、単語っていうのはあんまりこうそこまで差がつくとは思ってないと、はい、
で、いろんな入試問題とかをたくさん解いてると、ね、よく出てくる単語とかあるから、うん、そういうものを足していくのがいいんじゃないかな。そうですね、出会っていけって思いますね、うん、っていうようなやり方もあるよっていう話ですかね、うん、なるほど、はい、こういった感じで2冊目の単語帳どうやればいいの、単語をどう強化するか、はい、平瀬にお伺いしました。はい、ありがとうございました。